ノエル・ケンプメルカード国立公園は、ボリビアのサンタクルス県にある国立公園。2000年にユネスコの世界遺産に登録された。この国立公園は1979年6月28日に設定された。当初はウアンチャーカ国立公園だったが、後にこの公園での調査、研究に尽力した学者ノエル・ケンプメルカードを記念して、現在の名称になった。 この国立公園は、ボリビアのサンタクルス県北東部の国境付近にあり、ブラジルのロンドニア州とマットグロッソ州に接している。サンタクルス県の県とサンタクルスでラシエラからは6 0 0トルのところにある。面積は15,234.46平方キロメートルで、海抜は100メートルから750メートルである。気候は厚く湿潤な熱帯性の気候で、 年間降水量は1700ミ、mm、リメートルから2500ミ、mm、リメートルである。公園内で最も重要な流域はパウセルナ川とベルデ川が合流するイテネス川の流域である。パウセルナ川とベルデ川はカパルチ・ボンチから発し、ファウセット、フェデリコ・アルフェルド、アルコイリスなどの各滝を形成している。これらの滝は壮観なもので、特にアルコイリスの高さは80メートルある。 イテネス川は公園の東部で南南東から北北西方面に流れ、ブラジルとの長い国境地帯を形成している。一方、西部にはパラグア川があり、ベニケンとの境界になっている。公園には大小様々な湖もある。特に大きいのはチャラプリンコ、ベジャビスタ湖である。カパルボンチは長さ約1 5 0トル、幅約5 0トルで、 先カンブリア時代に遡る砂岩や渓岩で形成されている。山頂と渓谷とか波打つようになっているのが特徴的な盆地で2000万年前の侵食期に形成されたと考えられている。オウムバナカの一種この公園は北からはアマゾンの南からは熱帯のカンボクリンの東からはブラジルにもかかるカンポセハードの西からは チキターの森林と呼ばれる森林のそれぞれの影響が集まる地域である。そして、ボリビア国内でも非常に多様でユニークな動植物のコミュニティが出来上がっている。生態系の中では、フォレ・サブ・ヒューマイズの生態系、フォーレ・ギャラリーの生態系、ブラジルにもつながっているサバナの生態系が特筆される。それらはどれも良好に環境が保全されてきた。一帯は、 伝統的にゴムの採取に使われてきた。公園の植物は極めて多彩な自生地を示しており、以下の5つのグループに対別できる。高地の湿潤な森林川沿いの浸水した森林、乾いた森林高地のサバナサバナの沼地や湿潤な地域公園の植物賞は非常に多様で、かつ豊富である。イカンタバ植物だけで4選手はくだらないと見積もられている。実際、 公園には、卵カ、パイナップル化、オウムバナかサトイモ化、ヤシなどの多くの種が生育している。特に目立つのは、経済的に重要な種で、具体的には、オーバマホガニー、マメ科のアンブラナケアレンシス、セドロ、ゴム、ヤシなどである。公園内では、2006年に139種の哺乳類が確認されている。ジャガー、ピューマ、アメリカバク、ペッカリー、 クモザル、マザマジカのほか、ヤブイヌ、タテガミオオカミ、パンパスジカ、アメリカヌマジカ、アマゾンカワイルカ、オオカワウソなどのような希少種もいる。国立公園では特に絶滅危惧種の33種の哺乳類を保護している。大橋家の一子公園内では617種の鳥類が確認されており、これは南アメリカ大陸の鳥類全体の20%に当たる。 種の多様さである。しかも、ここに渡り鳥などの一時的に飛来する鳥を含めれば、種の数はさらに増えると見られている。そこには、ルリコンゴーインコ、大オオシカアメリカ長原棒、ズグロハゲコ、赤橋竜球ガも、アオサギなどが含まれている。また、ブラックトゥニーセディターのような固有種や、オ,オギワシレアのような希少種なども生息している。 絶滅危惧種は29種が確認されている。公園内では74種の爬虫類が確認されている。そこには、黒カイマン、リクガメ、黄色アナコンダ、オオヨコクビガメ、ブッシュマスター、カスカベルガラガラヘビ、イグアナなどが含まれている。最近の研究で、ボリビアでの新種となる7種が確認され、うち3種は固有種のため、世界的に見ても新種であることが明らかになった。 公園内にはカエルなどの両生類62種が生息している。公園内の魚類については、脊椎動物の中では最も研究が手薄である。しかし、この地域の人口を養ってきた、極めて重要な資源でもある。近年のある探査では、250種の魚類が記録された。無脊椎動物は、公園内で最も豊富な動物ではあるが、ほとんど知られていないために、 最も研究が進んでいない分野でもある。現在のところ347種の昆虫がリストアップされている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。